まあそういうことになって世の中はまあ晴れに荒れまして、いたらまあドーボルランの時代だったんです。この人もなかってはい、ちいつやるクロスケッチャー、はい、歴史参戦してねー。はい、ありがとうございます。はい、今日のテーマはですね、歴史を動かした言葉一言を紹介していきたいと思いますよ。あー、これを言ってちょっとざわついたというか、ざわざわざわじゃないけどなんかその揺れ動いたとか、はい、まあ、もし国家したらこの一言がなかったら歴史を動かなかったのかもしれないみたいな。あー、なるほどね。そんな一言を紹介していきたいと思います。はい、ありますよ結構ね。まあまあいっぱいありますよね。まあ名言みたいなもんです。うん、はい、じゃあ誰がいきますか。はいはい、よっしゃでございます。えい、僕が紹介するのはですね、イギリスが誇る名帝徳ネルソンの放った、まあ、言葉をちょっと紹介していきたいと思います。はい、戦闘狂の人でございます。いや、もうすぐね、突っ込め突っ込めっていうね、目もねえし腕もねえ人だもんね。ああ、そうそう、石眼石眼のね大帝徳なんでございますけれども、うん、まあこの人はですね、一番有名な海戦でトラファルガー海戦っていうのがあるんだよ。有名ですね。有名有名、うん、これはそのナポレオン率いるフランスとその時のイギリス海軍が戦った戦いなんだけれども、でその時はフランスとスペインが同盟を結んで、それの連合艦隊に挑むことになった。うん、で戦力的にも向こうの方が多かったのよ。その戦列艦艦船って言われるものが、はい、巨大だと。あ、主力艦がね、うん、そこでネルソンはネルソンタッチって言われる、その敵の連合艦隊のその戦列に対してその真横から突っ込むっていう、うん、そういった作戦でよぶっ飛ばそうとした。その時にまあ突っ込んでいくわけですよ、ネルソンの艦隊が、うん、ザーッつって。で大体ね、その火花の距離が3キロになった時にネルソンは信号機って言われる、旗の色であったり旗の修理によって相手にメッセージを伝えるっていう、そういった方法があったんだけども、うん、その時もう火花の距離3キロね、3キロって言ったらもうもはや向こうから砲撃が飛んできてもおかしくない時なんだ。もうやばい状態、もう戦闘入りますよっていう時なの。その時にこういったメッセージをネルソン送った。それが英国は各に己が義務を尽くさぬことを期待すっていう言葉なんだ。うん、難しい言葉。要は水兵みんなが己が義務を尽くせと。あ、自分の義務を尽くしてやると。そうそうそう、一人一人戦うべきところがあって、その尽くすべき仕事があるじゃん、それに集中しろっていう風に言ったの。これって世界の海軍史上一番有名とも言われる信号機なの、うん、信号メッセージなの。でもその時もう敵から3キロに迫ってたから、そんな信号機掲げてもみんなおい知らねえよって話なの。いや、もっと早く来るよと。しかも、信号機って、結構、めんどくさいのよ。時間かかるし。うん、一瞬で伝わるわけじゃないよ。そのメッセージ送るまで。で、ずっと見てて、あいつ何送んだって言ったらそれだったの。頑張れよ、みたいな。頑張れよ、みたいな。うん、おい、命令じゃねえのかよ。感じだった。まあ、それでも中には、そのネルソンのメッセージを、まあ、喜んで船員たちに伝えた艦長もいたし、まあ、艦艇からは大歓声が上がったっていう話もあるぐらいだから、まあ、みんながみんな、今更かよって思ってたわけじゃない。まあ、士気は上がったことには上がったと。で、それもあってかないのか、一応そのトラファルガー海戦はイギリス海軍大勝利を収めるんだよ。うん。うん。100-0ぐらいの勝利だった。いや、すごいよね、それ。いや、本当に。すげえ差開いてるもんな。そうそうそう、もう本当一方的な勝利だった。うん、で世界の海軍史上一方的な勝利の有名なところでいうと日本海海戦がある、うん、で日本海海戦で東郷平八郎提督も戦闘に入る前に Z 機っていうのを掲げたでしょ、うん、広国の後輩この一戦にあり各員一層奮励努力せよっていう、まあ有名だよね、まあ、超有名なやつだよね。この Z 機ってそのネルソン提督の信号機を習いにしてる。そうなんだ。そうそうそう、参考にしてんだ。明治の海軍はイギリス海軍を習いにしてたから、うん、もちろんネルソン提督を尊敬する人も結構いたんだよ、うん、だから日本海海戦もトラバルア海戦でネルソンがそういった信号機を上げなければ Z 機はなかったかもしれない、うん、ああ確かに、ね、まあ、もしかしたら勝てなかったかもしれない。ああ、まあちょっと気持ち的にね。そう、大事だから。そうそうそう、大事だから。鼓舞すんのはね。すげえ大げさに言ったけど。もうざっくりだけれども。大事よ。ああ、でも本当は歴史を動かしたと言っても過言ではないとは思う。はい。これが世界の海軍史に残るメッセージ、言葉でございました。ありがとうございます。はい。ピロスケでございます。はい。私はね、幕末の、これ動乱の歴史とか、
もう上位とか砂漠とかいろんなのあるじゃないですか。あるあるある、いろんな派閥がね、うん、あれを全て生んで言ったら幕末歴史がこの一言で全て変わったと言っても過言ではない。はいはいはい、安倍政宏の言葉でございます。おお、はいはい、安倍さん、はい、まあ安倍政宏って言ったら、うん、まあ、その幕末時代の老中筆頭、まあ今で言うと総理大臣みたいな人なんですね。うん、はい、で、幕末といえば、まあペリーさんが来まして、はい、はい、開国してくんねえかねえみたいな、みたいな国書を渡して、どうすんのって言っていうふうにやってきたわけですよ。開国してくださいっつって。はい、そう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 。したら安倍政宏は、いや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 、すぐできませんがなと。そらそら急に言われてもな。まあ一回帰ってもらえませんか、国書をいただくんでっつって。じゃあ来年また来ますねって言うわけですよ。返事用意しとけと。ということで幕府はね、こいつはやめたらなわけですよ。焦る焦る。どうしようか、この来年のうちにいろいろ対策打たねばと。うん。はい。で、今までの徳川幕府、200年以上ありましたけども、はい、それっていうのは徳川幕府で全て政治を補ってるわけですよ。まあ一応回してたわな。はい。だけど安倍政宏は、はい、これは日本の一大事だから、もう関係ねえということで、こういうことを言うわけですよ。幕府始まって以来の国難である。それぞれキーに触れても命名の神速を残らず告げてほしいっていうのを配布したわけですよ。はいはいはい。これ何かっていうと、大名とかその家臣とか、あとはまあ賢い人とか一般人たくさんいるんだけども、そういうと関係ないと、お前ら意見全部くれってわけですよ。ああ、なるほど。これ何かわかるっていうか、まあ今の大統領、それがもうアメリカとかいろんな政治もわかんねえから、みんなでちょっと意見くんねえかっつってんだよこれ。もう知恵を集めようと。そうそうそう、これすげえことなんだよ言ったら。確かに。でこれペリーからもらった国書を和訳してみんなに配ってんだよ。これ何かって言ったら、現在の日本の問題、それをポスティングして配ってるようなもんなんだよ。教えてると。そう、情報公開、これまずすげえことなんだよこれって。まあまあなかなかないわ。だからそれを知って、今こんな状態なのかってびっくりした人結構いたわけです。そんなやつが来てたのかみたいな。はい。でこれをやったことによって何が起きるかっていうと、うん、まず言論の自由っていうのが発生するわけですよ。はいはいはい。好きなように政治を語れると。まあ戸様の大名も小さい大名も、まあ、若い武士も、あとは朝廷とか、もういろんな下の人とかも、もう幕府に口出せるようになっちゃったわけですよ。はい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 、はい。まあそういうことになって、世の中はまあ荒れに荒れまして、いたらまあ動乱の時代だったわけです、この人の中で。もうほんとそこから始まったみたいな感じだな。うん、だけど安倍政宏が全国のまあ下っ端の人たちも聞いたから、うん、それで引っ張られた人物が勝海舟なの。ああ、そこで出てくるの勝海舟。そう、今まで日陰の生活だったのに、自分がこう言えることによって出世したの、勝海舟。いきなりポッと出てきたもんね。そう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 。で、そっから、また龍馬とかも生まれたりとか、うん、はい、高杉晋作も生まれたりとか、はい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 、言ったらこの安倍政宏がいなかったら、まあ、英雄たちも生まれなかった可能性もあるし、うん、勝海舟がいなかったら、まあ、東京燃えてる可能性もあったし、戊辰戦争の時にね。この一言が全てなの言ったら。あ、幕末の全ての歴史。確かに。無血解除なかったかもしれないわな。そうそうそう。だから安倍政宏がこうやっていろんな人たちに聞いたことによって、まあ、あれだけども、まあ、植民地になることもなくなんとか頑張ったみたいな。あでも本当そう思えば本当歴史を変えて一言だよ。だ徳川だけでやってたら、まあ、潰されてる可能性あって。あ確かに、うん、これが安倍政宏の一言でございました。おいちゃん、じゃあ口調です。はい、じゃあ僕が紹介するのはですね、日本を襲ったほらモンゴル帝国の襲来があったでしょ。ああ原稿、あ原稿原稿、うん、まあ、その時にですね、北条時宗が言ったたった一言、時宗って言えば禅宗を深く信仰して、まあ、いろんな禅僧から教えを受けてきたんだけれども、その中に南宋から招いた無学祖元っていう人がいた。で時宗はそんな祖元から教えを受ける。でもそんな時にモンゴルの元が侵攻してくる元寇が起きると。この時は講和の役言ったら、もう日本がかつて味わったこともないぐらいの大軍がやってくるわけですよ。うん、外からね。もう日本の歴史始まって最大の国難ですよ。うん、当時で言ったら鬼が本当に来たみたいな。ああ、もう本当そんな感じだよね。見たことねえしな。で、そういった困難の前に、時宗はちょっと思い悩んだ。うん、うむっつって。どうしようかと。そう。一応戦うっていうのは決めたんだけれども、これでよかったのか。もし失敗したらどうしよう。別の方法ないのかと。ああ、別の方法ないのかっていうふうに思い悩んだ。うん。で、そこで、無学祖元に意見を聞きに行った。うん。教えを請いに行った。そしたら祖元は、幕煩悩っていう字を書いて、時宗に置くんだよ。うん。この意味は、思い患うなと。もう悩むなと。お前が信じた道を貫いていけ、みたいなことを言った。おうおうおう。で、その言葉を見た時宗は、もうそこで決心するんだよ。決心して、その幕煩悩に対して、無学祖元に対して、こういった一言を返す。勝つ！
かっこいいシンプルシンプル、要は気合を入れた、自分の信念を貫き通すっていう決意をそこで、まあ、っていうかその一言に込めた。勝つ、もうほんとシンプルな一言だけれども、要は一番上の指導者が迷ってたら戦争って負ける可能性ってバンバンある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 。ああ、だからそう考えると、この勝つがなかったらもしかしたらゲームを退けることはできなかったかもしれない。ああ確かにね。ああでも逆にね、それ本当超リアルというか、本当人間のさ心底の気持ちっていうのがすごい入ってる気がする。ああでも本当生まれ変わったんだと思うよ、それで、もう決めたと。これが現行で北条時宗の決意を固めたと言われる、まあ、勝つと言われるもう名言でございました。ありがとうございます。はい、ということで3戦終わりました。ありがとうございました。もう名言なんて散らばってますから歴史。あらあらあら、世界を動かした演説とかもあるもんな。そう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 、あ演説もいいかもしんないね。俺買っちゃったもんねこれ男たちの名言って買っちゃう買っちゃう。そうそうそう、めちゃくちゃあるから今。あーあるある、俺も持ってるもん。俺4冊ぐらい買ってさこれでネタには困んねえ。ああそうかそうか。じゃあまあ名言とかもいずれまた紹介していきたいと思うわな。はい、ぜひこれを読んでくださいじゃあ宣伝しようということで、面白かったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方、あと僕らツイッターやってますのでフォローよろしくお願いします。